魚物、北っ義書、三教義書は、聖徳太子によって表されたとされる、北っ義書、し万し義行書、ゆ馬教義書の総称である。それぞれ、北っ行、し万行、ゆ馬行の三教の注釈書である。日本書期に、水古天皇十四年、聖徳太子が、し万行と北っ行を講じたという記事があることもあり、いずれも、聖徳太子の表したものと信じられてきた。 北景義書のみ、聖徳太子新筆の奏功とされるものが、残存しているが、昭満行義書と結馬協義書に関しては、後の時代の写本のみ伝えられている。北景義書は、伝承によれば、水古天皇二十三年に作られた日本最古の肉筆遺品である。一般に、聖徳太子自筆とされている、北景義書の写本は、記録によれば天平商法四年までに行進が、 発見して、法隆寺にもたらしたもので、長らく同時に伝来したが、明治11年、皇室に献上されおものとなっている。この写本は、冒頭の表題と戦号を書いており、第1巻の関東には別紙を継いで、ここに、ホッケ書第1の内外があり、その下に本文とは別筆で、これは大国の上宮王による、刺繍で、海外から渡来したものではないと書かれている。領紙については、 本文は中国製の紙を使用し、貼り紙は日本製の紙であるとの見方もある。本文の行間には書き込み、訂正などが見られることから、総行本である。なお、中国陸朝時代末から、当初期にかけての総である吉蔵による同盟の、北京二書とは別物である。法隆寺伝来の北京二書が7世紀前半の遺品であることについては、研究所の間に異論がないが、 聖徳太子の新筆であるか否かについては意見が分かれている。法隆寺柄原原議、ルキシ財長は、ホッケ行書、ユイマ行書、小万行書の三書について、上宮、聖徳法王御聖者であるとする。法隆寺当院資財長は、ホッケ二書について、小本は、地父一枚に牙をつく。立志行進元意給手法能制止者なりと記載している。この記載から、 当時、北ッ義書には、小本と副本があったこと、小本には、筆と造下製の札がついていたこと、法隆寺党院うがらんの創立者である、創業神が本書をどこかで求めて、法隆寺党院に寄進したものであることがわかる。なお、上記の筆と、署名を記した造下製の札は現存している。現存する、北ッ義書は四巻の巻小本である。かつて、 石田茂作が本書の詳細な調査を行っているが、それによると、各巻の長さは巻1が14.24メートル以下、巻2が14.52メートル、巻3が15.28メートル、巻4が13.30メートルである。本品の特色は、日本最古の肉筆遺品であるにもかかわらず、その保存状態が極めて良好であることである。 この種の巻き小盆は補強とシワを伸ばすために本種とは別の紙で裏打ちを行うのが普通だが、北京二所の各区間には関東などの一部を除いて裏打ちがなく、製作当初のウブな状態を保っている。漁師は薄茶化色を呈するが、関東から関末まで色が変わらないことから、これは退色したものではなく、本来の髪色であると見られる。漁師には虫食いの跡も見られず、 厳重に保管されてきたことが伺える。今一つの特色は、本品の想定が極めて簡素であることである。後世の社教遺品には、完熟に名木を用いたり、軸端に様々な装飾を凝らしたものがあるが、北慶二書の完熟は、何の装飾もないただの木製の棒である。また、各館の漁師は、横の長さが一定せず、漁師の貼り合わせ方も窒説であることが指摘されている。 北慶二書の現物を調査した研究者は、この巻物には、押し替すなわちヘラで引いた形線があることを指摘していると、異なり、ヘラで引いた押し替は写真には映らない。本文中には水孔の跡が著しく、紙の表面を削って書き直している箇所があり、中には紙を削りすぎて、穴が開いてしまい、裏から別紙を当てて、そこに書き直している箇所もある。 健一の関東の表紙の裏には別紙を継ぎ、この世代国上宮王詩集控海彼本と書き込まれている。この書き込みは、これはこれ、大国の上空王の私の州にして、海の彼の本にあらずと読め、日本の聖徳太子の辞書であって、海外の本ではないとの意である。書風の点では、北慶二書の文字には、起筆、喪筆、修筆の三香りが見られず、 早書きに適した実用的、機能的な書風であることが指摘されている。事態は行を主として一部に総称を交えるが、連綿は、ほとんど見られず、一時一時を切り離して書いている点が、特色である。こうした特色は、四世紀の肉筆遺品である、理白文書に通じるものがある。北慶二書については、聖徳太子事筆とする説と、これを否定する説とが併存している。 大使自筆とする説は、法律人柄元義、ルキシ財長をはじめとする諸資料が本書を大使筆としていること、本書には遂行の跡が著しく、著者の自筆本であるとみられること、牧一の関東の、この世代国上偶詩集控え彼本の記載などをその論拠としている。藤枝明は、北京二書の文字は、職業者強制のそれであること、 本書と同じく、聖徳大使の作とされている、昭万行儀書と内容の、よく似た書物が、頓行文書中に存在することなどを根拠に、北ッケ儀書は、中国で書かれたものであって、聖徳大使の自筆ではないとした。東野春幸は、北ッケ儀書が、粒の揃った文字で早書きされていることは認めつつ、そのことがこの文字が、職業者強制の書いたものだという証拠にはならないと、した。 また東野は本書のようなお司会を用いた遺品は、社教生の書いたものには見られず、むしろ上層の知識人の書いた作品に見られること、本書が簡素な想定にもかかわらず、当初の発な状態を保っているのは、聖徳太子直筆として丁重に扱われてきたためだと考えられることなどから、本書は聖徳太子の自筆原稿であると見るのが妥当だとした。ウ住ズミは、 北慶二書の随書に見られる文字の書き直しは、本文とは筆跡が異なり、別人の手になると思われること、本書に用いられている漢文が極めて高度に洗練されたもので、これを当時の日本人が書けたか疑問であることなどを指摘し、本書は建髄史によって大陸からもたらされた本であることを示唆している。健一の関東の表紙の裏の、 この世代異国上宮王詩集非か彼本の書き込みについて、右大ズは本文とは明らかに別室であるとしている。また、この書き込みは、この世の二字だけを大きく書いた上で、以下を二行に分かち書きにしており、しかも国の字を書き落として、後から哺乳しているなど、あまりにも存在である点を指摘している。この種の注釈書は、当時の中国に多く見られる。 三協義書はいずれもこれら六世紀前半頃の中国の書物と相並ぶものとなる。先行するものはそれまで日本にはなく、この後にこの書の書が日本で表されるまでに長い空白があるのは不自然であるという指摘は古くからあった。これについて以下のように諸説はあるが決着を見ていない。中国の書が600年。 内史607年の随との交流から日本にもたらされ、これらを参考に、聖徳大使が著作したとする学説。その頃、朝鮮半島から来日した僧が、聖徳大使の下で著作したとする説。その頃、中国から入手した書の中から、聖徳大使が選び出したとする説。戦者不明のまま伝えられてきたものを、天平19年、寺の資材調定室の際に、 上空汚染という戦後を付した、天平商法4年までのいずれの時代化に中国からト来した輸入品である。ありがとうございます。